声ねー声大丈夫なんですけどちょっとたまに咳が出ちゃうかもしれないんですけど全然気にせずで体調は超元気なので大丈夫です喉だけなんかイガイガするんですよね空気悪いとこで多分お仕事してた日があったのでその日からなんですけど全然大丈夫なの握手会までには ったらいいなぁと思ってますさっきもボイスケアのドア目なめてショールームに向けて目なめましたはいというわけで そう、今日はね一つ結びです珍しく前一つでやったことあったっけショールーム忘れちゃったちょっと髪がボサボサだったのでまとめました今日って24日かうん新曲の発売まで ちょうどあと1週間ですティーチャーティーチャーの発売まであっという間だね早っあ間違えたうん,うんうんそうなのでまあつまり新曲の発売まであと1週間ということは 今年の世界選抜総選挙の投票開始まで。あと一週間になったということで。ついにこの時期がやってまいりました。ちょっと選挙のお話とかも今日はできたらいいなと思ってます。そう、結構メールとかでは割と選挙の話してるんですけど。ショールームではあんまりまだしてなかったのでね。 別に暗い空気にするつもりはないので明るく話しましょうえー、何から話そうかな結構まだでもポスターとかビールコメントの話とかあんまりどこでもしてないのでまずその話からしよっかな皆さんもう見てくれましたかポスターとか 今年のポスターは、だらしない愛し方の衣装を選びました。おみんな見たって、ありがとう。うん、なんかね、二つ迷って、その、だらしない愛し方の衣装を着て、結構、真剣めな感じのポスターにするか、もう一個は、やっぱ、今年の、今年というか、ここ最近の一番の、 私的な話題はやっぱりセンター試験だなって思ったのでセンター試験1位っていうのをこうネタにポスターを作るかどっちにしようかなって迷ったんですけど今まで選挙ポスターもう選挙5回目ん ?5 回目なのかな5枚目のポスターになると思うんですけどあんまりなんだろうな 重めののポスターを作っったたことがなかったので今年はやっぱり例年以上に本気で選挙に挑みたいなと思ってるのでその気持ちを表したくて結構真剣めな方のポスターを採用しました <laughs> 今までのポスターみんな覚えてる振り返ると一番最初の1年目 その時公演でその時というかまだ昇格したてだったので研究生の頃初めてユニット曲やった天使の尻尾の衣装で、まあ、結構ブリブリ系の可愛いポスターを作ってで2年目はもう残念少女かなチーム4のユニットでやってた残念少女の衣装着てちょっと切ない系の。 にして、3年目は、あれかな赤チェックの背景ですごいザ・ AKB っていう感じを出したかったので、それでもう次世代とは呼ばせないみたいなキャッチーフレーズをつけて、作って、4年目が去年なので、まあソロコン終わりすだったので、ソロコンの衣装着て、階段登っていくみたいな。 ちょっと今まです、まあ、残念少女の時はちょっと暗めのポスターだったけどあんまりね今回は本当黒というかグレーの背景でテーマは重い感じですその自分の真剣な思いがやっぱり伝わればいいなっていうふうに思ったのででやっぱり去年の 選挙の時にいただいた一番大切な曲の衣装を着て撮りました。<laughs> 本気度伝わってるみたいですね。ありがとうございます。なあの、この愛は届きますかっていうフレーズは、一応それはまあ、センター試験とも軽くかけてはあるんですけど、 バレない程度に。<laughs> それは AKB に対してもそうだし、ファンの皆さんに対しても届いていたらいいなっていう思いで考えました。<laughs> コンコンする。で、まあポスターはそういう感じなんですああ、そう。で、ちょっとね、そう、伝わりにくいと思うんですけど、あの、らしなやり方の衣装、 の時私ずっとポニーテールでやってたじゃないですか今まで MV もリクアワーとかもでポニーのイメージでカチッとしてるそのイメージが強いかなって思ったのでん止まった止まってないか逆に髪を切ったじゃないですかだから、まあ、一皮むけた自分を見せたいっていうそういう自分で挑みたいっていう思いを込めるためにこうリボンをね モー,リーからほどいて、人から向けましたっていうそうポスターに最初したかったんだけどちょっとうまくねほどいてる感を出すのが結局難しかったのでまあ、リボンもうほどいたリボン持ってるだけでそれで立ってる風にしたんですけど、まあ、そういう理由なんですよねでもリボンの部分がちょっとね自分の名前と被っちゃってて多分言われなきゃあんまり気づかないと思うんですけど。 一応細かいとこまで考えました。<laughs> で、あとアピールコメントの方はね、逆にポスターが真剣な分、アピールコメントはちょっとポップな感じにしようと思って、ここでセンター試験を使おうと思って作りました。 あの画面で見えました問題文とか答えとかみんな何問正解できたかな <laughs> 最後難しかったでしょ見えたよーって人とギリギリ見えたよーみたいな8問正解した人いたらめっちゃすごい もちろんあの時間内では絶対無理だと思うんですけど。だとしても全問正解した人いたらめっちゃすごいわ、それは。<laughs> いるのか ?7 問目まではみんなどうなんですかね。それだけでもすごいありがたい。嬉しいです。<laughs> 正解できてたら。最後は本当に その時の選挙ポスターをった日に本当に今食べたいなって思ったものを直感で書いたのがあれです。やっぱねなんかアピールコメントただそう真剣に話そうか迷ったんですけどやっぱなんかしたくなっちゃう になったんですよね私も最初の頃のアピールコメントとかは本当にただ喋ってるだけだったんですけど何かしらしたくなっちゃうので今年はセンター試験にかけてみましたどうしようかな問題と答えをね一応ね写真撮ってあるんですけどあの時書いた画用紙をなんかツイッターとかに載せたら載せた方がいいのかどうなのか迷ってて。 載せたら動画再生しなななくくてもよくなっちゃゃうじゃないですか <laughs> 動画見なきゃ問題わからないようにしようかでも載せた方がいいのかなって迷ったりしてますそうやっぱ動画いろんな人にたくさん見てほしいので ぜひ今、ショールーム見てくださって、6537人の方も、あと一人一回ずつ再生してくれたら嬉しいです。<laughs> まあ、いずれは、乗せようかなと思ってます。どちらにしてもね。お、みんなありがとう。さすが。 意外と載せなくてもいいよっていう人が多いな。とりあえずじゃあ保留にしとこもう。毎日再生するだって。ありがとうございます。よろしく。で、あとは、あれか、今日公約も発表されたんですけど、私の今年の選挙公約は、 まあ目標の7位以内に入れたら本当のミニセンター試験を開催するという公約にしましたこれ全年もうめっちゃよくないですかぜひやりたい楽しそうあのアピールコメントで8問分のプチセンター試験をやったんですけどあれのもっと本格的バージョンで この間の3月にあったセンター試験みたいにできたらいいなーってすごく思ってます。やっぱりその時も上位の方には例えばる発注が当たるとかなんか生電話とかなんかいろいろ、ん生電話だったか忘れちゃったけど得点があった気がするのでミーンセンター試験でも私から何かプレゼントとか得点とか まだ全然特典の方は考えれてないんですけど、席とかね、直筆の手紙とか、いろいろ、そういうのを特典でできたりしたらいいなーって、勝手に妄想してます。ふ <laughs> 一緒に楽しめる公約がいいなーって思ったので、 ぜひそのイベントも本番。本当に叶うように皆さん。応援よろしくお願いします。まあ総選挙の。まあほん、本当の総選挙の方の話を。させていただきますと。まあ今年は。 目標は「神ンというふうに言わせていただきました去年ねまあこれアピールコメントで言ったことちょっと似ちゃったりすると思うんですけど去年やっぱ5 7位にランクインさせていただいてでもやっぱりあと一歩のところで選抜に入れなかったっていう悔しさがずっと残り続けた1年だったしそれは私自身もファンの皆さんも 同じ気持ちでいてくれたなっていうのがあるので今年こそはまずはやっぱり選抜にもう一度帰り咲きできたらいいなというふうに思っています去年はねやっぱり夏の間なかなか歌番組にずっと出られなかったりとか悔しい思いもたくさんしたしファンの皆さんにも 悲しい顔をいっぱいさせてしまったので今年の夏は皆さんと笑顔で過ごしたいなっていうのが一番の目標ですで本当は目標を16位っていうふうに言うか7位っていうかすごく迷ったんですけどで去年は神セブンを目標にしていたので,で実際私も 自分がファンとしてずっと総選挙を見ていた時から7位っていうのはすごくなんていうの特別な存在だし順位だなって思うのでその目標はこう諦めたくないなと思ったのですごく高い壁だし大丈夫かなって 言って大丈夫かなってすごく不安だったんですけれどもでも勇気を振り絞って目標だけでも高く神セブンと言わせていただきましたやっぱり去年のスピーチでも言ったことを自分自身がちゃんと実現できる人になりたいなと思いますし AKB のメンバーとして、ちゃんと前に立って、こう、皆さんに認めていただけるような存在になれるように頑張ります。そのために皆さんの力を貸していただけたら嬉しいです。頑張るぞ。<laughs> いやーなんかでもね、実感が湧いてるんですけど湧いてないというか、選挙が始まるなーっていう、まあもう結構ね、いろいろポスターとかも公開された段階からもう始まったなっていう感じはすごく実感してるんですけど、実際その開票日がもうあと1ヶ月もしないうちにあるっていうのが全然想像つかないですね。名古屋。 えもう投票開始まで5日前なんですかそんな短いそっか。30が速報だから、今そこ夜から、夜 ?29 の、あ、10時ぐらいでしたっけ、いつも。からですもんね。そう。速報はサムネイル公演です。今年も。 去年もそうでしたね。速報だ。さっきの公演メンバーも発表されましたよね。私ももちろん。サムネイル公演出演します。去年は速報29位で、ラッキーナンバーの29だったんですけど、小木さんと前後だったりしてね。 やっぱり速報から勢いをつけていけたらいいなとまあちょっと私なもうなんて言えばいいか分かんないんですけどね「頑張ります」っていうのも変だしあれなんですけれどもみんなで頑張りたいです。 今年はスロースターターじゃない感じで <laughs>。いきたいなと思ってます。<laughs> いや、不思議。速報かー、なんかもう、もう一年経ったんですね。早いですね。信じられん。 もう半年が経つっていうのもめっちゃ怖いと1か月で半年経しますよ今年やばいね怖いねもうすごくやっぱり握手会とかでも今まで以上に皆さんの熱い思いをたくさん言っていただけたりしてて本当に。 それが嬉しいですし、一人じゃないんだなっていうのを、もうとっても感じてます、毎回。今年はね、結構、今まで例年以上に選挙前に皆さんに会える機会が多いので、あんまりなんだろう、不安な気持ちにならず、一緒に迎えられるような感覚です。 t w、ね、ツイッターのハッシュタグとかも本当にありがとうございます嬉しいとってもちなみに名古屋の名古屋の民謡史跡で総選挙見に来てくれる方どれぐらいいますか 結構みんな来てくれるのかなお、お、はい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 。いっぱいいる。嬉しい。選挙でお指摘は多分今までで初めてだよね。なんかやっぱね、去年は無観客開票だった分。 私はその場でね共有できたらいいですよね。お主席の方にじゃあバクレスしますで <laughs> ももちろん来られない方もその分選挙応援するよって言ってくださる方ももうみんなもう本当にありがとう応援してくれただけでも私は嬉しいです選挙とか関係なくね。 ありがとう私は屋根があるから安心ですね <laughs> あとなんだろうなんか話したいこと それはあったはずだけどえー、今全部話したかななんかありますか聞きたいことっていうかやばいもうカラカラあそうじゃんモデルプレス選抜 今コメントにあって思い出した。あれもう終わって、いやでも25日までだったっけな、確か。ちょっとせっかくなので、そちらも <laughs> 入れたらいいなーって思ってます。去年入れていただいたので、投票してください、皆さん。モデルプレスさん。Twitter ーーに参りツイートしたりしてるので、よろしくお願いします。 それをね、めっちゃ簡単なので、いいなと思ったらよろしくお願いします。え、誕生のコメント何一つまだ考えられてないもうそれどころじゃないです、今は。<laughs> どうしようかなぁ。そうですよね。今はもうなんか、 選挙を迎えるっていうこと、それだけに精一杯名前を呼んでいただいた後とかのことはまだ全然考えられてないんですけど考えておきますどんな結果になったとしても もうすごい。ギフト星あ、星は星だ。お守りみたいになってる。必勝祈願的な感じですかね、これ。ありがとうございます。かわいい。うん、私はスピーチは、まあ、半分考え、半分その場の気持ちで、優派です。まあ大体のメンバーそうだよね。 言いたいことはちゃんと考えておいてあとはもうその場の気持ちでっていう人が多いと思うんですけどでも結構選挙のスピーチよりもあのアピールコメントを取る1分間の方が結構ドキドキするから大変なんですよアピールコメント考える時間めっちゃ追い込まれます 1> 1年で一番一番ドキドキする1分間だなって昔はずっと思ってました最近は慣れたけどなんかなんて言うんだろうその時間が決まってる中でうまく伝えなきゃって思うとね難しいですよね全然テイクなんて言うの別に1回勝負とかではないので。 私も今回多分自分でなんか納得いかなくて3回ぐらい確か撮り直したと思うんですけどメンバーによってはもっとねやっぱ何々にアピールコメントの中で挑戦しますっていう系のメンバーの場合は7回とか8回とか撮り直す人もいるらしい。 ミーヨンクイズ難しかったですかじゃああの、うん、アピールコメントで紹介、紹介っていうか出した問題、ちょっと解説しよう。どれだっけなじゃあまあ、画像は見せないですけど、口で。問題言うと、問い一、生年月日は これはもうね、皆さん、分かってくれてるといいな、私の。生年月日は、1998年の1月29日生まれでーす。解説しようがない。あ、すごい、みんななんか、答えてくれてる。正解。雇いに、ギャップフレーズは、 これはね、あの先輩からいただいた大切なキャッチフレーズです。あいつでもいいから1万人超えてる。ありがとうございます。そう。お、みんな早い。正解。埼玉県から来ました。です。小島春奈さんからソロコンサートの時にいただいて、今でもずっと使ってます。 ねえ。鳥さん、特技は私の数少ない特技のうち、まあ、一応研究生の時からずっと書いてるものです。そう。正解。フラフープでーす。<laughs> 誰でもできる。 けどね。フラフープしかできないので、特技はフラフープです。次。問い4。AKB ファン歴はこれは、まあちょっと数え方の違い多少あるかもしれないですけど、まあ、何のシングルから私が AKB ファンかっていうのを分かってていただければ、そこから数えれば分かるんじゃないかなと思います。おすごいね、みんな。 生まれた時からはめっちゃ泣ける話やん。生まれた時エキビないや。はい。正解。あの、桜の木になろう新規なので、あれが2011年の、まあ、春シングルなので、12、13、14、15、16、十7 18ってことで7年が一応正解です。ってことは8年目になるのかな すごい。8年目って聞くとなんかすごい、わおって感じるね。<laughs> で、問い後。初めてのミュージックビデオは、こっからちょっと難しくなってるんじゃないかなと思います。ちょっとっていうか、何気にこの問題が、問い8以外だと一番難しいかもしれないね。初めて参加したミュージックビデオ。 ヒントは、まあ前しか向かねえの時のカップリング曲なんですね。ベビーエレファンツの曲です。おお、みんなすごい。いい感じに。まあ惜しい人いますけど。正解は、秘密のダイアリーです。ジュリさんがセンターの曲で。 毎年リクアワーにもランクインしている曲です。これが初めての MV なんですよねそう。初めてそういうカップリング選抜とかに選んでいただいてすごく嬉しかったのを覚えてます。まだでも、研究生の時かなギリギリ。もう4年前。ワオ で、問六8選抜曲はなんでしょうこれはわかるかな <laughs> おはい、正解希望的リフレインです これはね、じゃんけん大会の時に選抜発表が確かあって、基本的リフレインが初選抜なんですね。問いなな、一番好きな曲はこれはまあね、 まあ私好きな曲いっぱいあるんですけれどもその中で一番よく言ってる曲を正解としました <laughs> さすがみんな当たってますね正解は Dear m ティーチャ c h r ですそうなんですよね私の中で 『DearMyTeacher』と『引っ越しました』と『毒蜘蛛』と『美しきもの』あたりはもうずっと1位周辺をさまよってる殿堂入りな感じの4曲なんですけどその中でもなんかねやっぱり最初 AKB を好きになったきっかけが、まあ、友達が AKB ファンだったんですけどその子がすごい DearMy をよくカラオケで歌ってて。 なんかメロディーですごい好きになったので思い出深くて今でも一位です一番初期の曲だしねなんか歴史も感じるので好きですエモいで、はい、最後問八今食べたいものは何でしょう これはこのアピールコメントを取った日のね一番食べたかったものですその瞬間はいこれはもう動画を見てくださった皆さんなら今コメントで正解してる人多いですけどじゃあからない方気になる人はアピールコメント YouTube で見てくださーい ででは言わないでおこうもう本当にこれはただの気分です何の理由もなく激ムズちなみに今はうん豆乳が飲みたいです <laughs> さっぱりしたものが飲みたい 食べるっていうかもう飲むものになってるねあと9分えー、めっちゃあっという間すごい喋った気がするまああのもし <laughs> 選挙公約の民謡センター試験が実現したら気分で問題は出さないので安心してください ちゃんとね、事実に基づく問題でいけたらいいなと思います。歴史とかね。やりたいなぁ。本当の、ミ音ンセンター試験。一応、あの、会場カフェでの開催っていうふうにさせていただいてるんですけど、なかなかね、前のカフェイベントみたいに、 何十人しか入れないと思うので、その様子を、その様子を配信して面白いのかよくわかんないけど、何かしら皆さんにも楽しんでいただけるようには考えます。 埼玉スーパーアリーナでセンター試験やったらめっちゃシュールやん <laughs> めっちゃ広いよ <laughs> そうセンター試験の会場もめっちゃシーンってするからね幕張の時もびっくりしましたこんなに静まった幕張メッセージは初めてよって思った足が鳴ったああ あっさって会, <laughs> 会えるかな。はい、まあということで終わりも近づいてきていますので順位読みまーす。13位まりなさん12位きりさん11位ドンファンさん10位ゆうきさん。 9位、キャンディープリンスさん。8位、ジャックさん。7位、シドさん。6位、ツヨピーさん。5位、ヤマオジさん。4位、スベッターさん。3位、キヨタカコウさん。2位、ヒロキティさん。1位、アキさん。ありがとうございます。え、日焼けしてないって書いてある。日焼けしました、私。 この照明だからだと思いたいよ、私は。まあでもね、焼けてないわけないと思うんですよ。ずっと外にいる日も多いし。もうしょうがない。夏だから。<laughs> 右手がね、左手より焼けるんですよね。なんでだと思います <laughs> 不思議。 と日焼けしてからすごい出たカサカサどうしようまあいろいろねロケだったりいろんなお仕事だったり近々いろいろ話せたらいいなと思ってますのでそれも楽しみにしててくださいふふん ク空所タイムしよう。いえい。うんー何やろうかなー。じゃ七で七。7 7になるんだやっぱこれかのチーム名ポーズというえ逆なのこれだってショールームってさ自分が見えてる画面と反転するんじゃなかったでしたっけあじゃあこっちやんなきゃいけないのかはい7。 判定するってことは自分から何なのじゃいけないのか。はい。弁護。じめ。 一万五千人も言ってる。ありがとうございます。皆さん。なんかうまく思いが伝わっていたか、結構不安なんですけど。選挙についてのこと。伝わりましたか。 ありがとうございます。よかった。何か今年の中なみんなで笑顔で過ごそうっていうことです。まとめると。というわけでまあ、選挙始まるまで、もうあと数日ですけど、一緒に頑張りましょう。よろしくお願いします。あ、ほんと2分だ。 じゃあこの辺で終わりにしたいと思います。またショールーム。近々やれたらいいな。やります。ありがとうございました。アピールコメント再生してね、みんな。おやすみなさーい。